スティーブン・フランシス・ロドリゲスは、アメリカ合衆国、フロリダ州マイアミ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。2012年の MLB ドラフト2巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、7月5日に入団。A 級、グレートレイクス・ルーンズで、プロデビューし、6試合に登板して0勝0敗にセーブ、防御率奪三振の成績を、 残した。7月下旬に A 級チャタヌーがルックアウツへ昇格。15試合に登板して1勝0敗3セーブ、防御率1.3222奪三振の成績を残した。9月5日にチャドビリングズリーが故障者リスト入りしたことに伴いメジャー初昇格を果たした。2012年のドラフトで指名された選手の中では最初のメジャー昇格選手となった。 9月9日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。4点ビハインドの8回裏西から登板し、無失点に抑えた。この年メジャーでは11試合に登板して0勝1敗、防御率1.356脱三振の成績を残した。2013年は開幕ロースター入りした。中継ぎとしてチーム内2位の76試合に登板し、3勝4敗2セーブ。 防御率2.3263奪三振の成績を残した。ポストシーズンでもロースター入りし、ディビジョンシリーズのアトランタブレーブス戦で2試合に登板した。チームはチャンピオンシップシリーズに進出したが、ロドリゲスはロースターから外れた。2014年は19試合に止まった。防御率は3.86まで上昇した。二千十五年七月三十日にアレックスウッド、 ジム・ジョンソン、ルイス・アビラン、ブロンソン・アローヨとのトレードで、エクトル・オリベラ、マイナー選手1名と共にアトランタ・ブレーブスへ移籍した。なお、ドジャースでは18試合にリリーフ登板し、防御率2.61ホイップ1.26という成績を残していたが、ブレーブスでは投げなかった。2016年2月21日、前年9月にトミー・ジョン手術を受けたため60日間の 故障者リスト入りした。この年は結局、メジャーマイナーともに登板しなかった。2017年3月28日に自由契約となった。投球時にボールを後方へ高く掲げる、変わった投球フォームが特徴。ありがとうございます。